魔鳥のコアッパめが攻め込んできよった。お前もこれ以上劉備に罪を重ねさせたくなくば玉璽の在りかを教えろ。おっしゃる意味が分かりませんが、劉備はお前を取り戻したい一心で天にも背きおる。この地震は天の怒りよ。劉備のせい、わしが玉璽を得れば天の怒りは鎮められる。挑戦、わしに在りかを教えろ。さすれば劉備のもとへ返してやってもよい。すごい自信ね。どうした、劉備のもとへ帰れるの？私は帝と約束をしました。玉璽の在りかは寝台に至る英雄にしか教えられません。なんじゃとは！はい、さてなぜでしょう。何なのこの兄ちゃんは。あら、どなたもお分かりにならない。問題を繰り返しますよ。曹操殿は英雄と言われていますが、なぜ勝っても勝っても歯向かう者が後を絶たず天変地異まで起こって世の乱れは収まらないのでしょう。気持ち悪い。お分かりでない。では答えです。曹操殿、周りをよくご覧なされ。ここには優秀な将軍がきら星のごとくおります。みなあなたを支えようと必死だが、あなたの心はそれを感じていない。あなたは己のことしか考えていない。そのあたりをよく考えませぬと、天下を治めるどころか劉備、いや馬超にも勝てませぬぞ。うぬはわしに歓迎いたすな。なお芝居と申します。わしにこれほど堂々とものを言うとは。気に入ったぞ芝居。貴様わしに使い。はは、これより馬超撃退の軍議を開く。はあ、これより軍議を始める。状況を報告せ。偵察隊の報告によれば、敵はこの辺りに布陣しているらしいとのこと。この戦い、敵総大将馬超の部隊並びに馬隊の部隊を敗走させれば我が軍の勝利、殿の部隊が敗走すれば我が軍の敗北です。作戦を述べ。殿、私に作戦があります。殿はここで兵糧庫を守ってください。私どもは敵に休む間も与えず攻めかかります。兵糧庫も近いですから、攻めて攻めて攻めまくるのです。殿、私の作戦をお聞きくだされ。まず道館を攻め、我が軍が中央突破を図っていると敵に思わせます。敵の目を正面に向けさせておいて、私どもの部隊は密かに戦場を迂回し、無防備な敵の背後をつくのです。殿、それがしにも作戦がありますぞ。まず敵を道館から誘い出すことが先決です。そこでそれがしと加工派殿がここに伏兵します。殿たちは南門を攻撃してください。さすれば敵は我が軍の兵糧庫が手薄とみて北門を出てくるに違いありません。殿、どの作戦にいたし。
この作戦でた。殿、敵将宝徳を連れてまいりました。捕虜であるそれがしを許し、その上力を貸してほしいと頼まれるか。そこまで神に耐えぬ。この身が朽ち果てるまで曹操殿にお使い申そう。やめるな。聞いたことがある。劉備がよく口ずさんでいたわ。劉備が。道館の戦いは曹操軍の勝利に終わった。敗れた馬超は益州へと逃げ去った。一方、赤壁の敗戦から回復した劉備は益州の劉将と同盟したのを手始めに反曹操勢力を結集、自らの勢力を蜀と称し全面攻勢に出る。すなわち関羽を慶州に、張飛を漢中に攻め込ませるとともに、胡族の女王蔡文姬を動かし曹操軍の背後を脅かさんとしたのである。守勢に立たされた曹操は状況を打開すべく軍を三つに分かち三路へ派遣することを決断する。進め、必ず勝つぞ。これより表情を始める。皆の者、意見を述べよ。我が領土は比較的豊かですが、それでも大軍の食料を確保するのは至難なこと。そこで千年豊作であった地方から食料を購入してはいかがでしょう。それがし、領主にいた頃、商人から優れた刀の製法を伝授され申した。次の合戦までに多くの刀を作り上げ、それがしの舞台で使いとう存じまする。あたし、コチ殿にはもっともっとたくましくなってほしいわ。だから、コチ殿には武者修行の旅をしてきてほしいの。どうかしら。我が舞台全員に対し、新たな刀を配り申した。これより我が隊は神刀隊と名乗ることにいたします。慶州の拠点繁盛を守るのは曹操のいとこで、守りには定評のある曹仁だった。一方、繁盛を囲むのは劉備の義兄弟で天下無双の呼び声高い関羽である。関羽軍の猛攻の前に繁盛は窮地に陥り、その知らせは早馬で巨匠の曹操へと伝えられた。曹仁殿が守る繁盛は劉備軍の猛攻を受け孤立、危機に瀕しておりまする。曹操殿、繁盛救援の先方にはぜひともそれがしを。宝徳か。殿、宝徳に先方賜るはいかがかと。宝徳の元の主馬超は劉備の手先となっております。純一殿、それがし、馬超とは差元を分かち、今や何の恩義もございません。これより死力を尽くさんとしている者を何でお疑いなさる。下がれ純一。
ど。報徳、力を尽くし立派な手柄を立ててみせ。御意、すでに劉備の棺用意しておりますぞ。やりすぎ。いかがでござる。劉備め、こたびの一戦で打ち果たしてくれる。これより軍議を始める。状況を報告せ。偵察隊の報告によれば、敵婦人、敵兵糧庫の場所とも分からぬとのこと。この戦い、敵総大将関羽の部隊を敗走させれば我が軍の勝利。殿の部隊が敗走すれば我が軍の敗北にござる。作戦を述べ。それがしの作戦をお聞きくだされ。それがしが偽って投降いたす。敵軍に組み入れられたならば、頃合いを見て放棄し、敵を襲って大混乱に陥れます。殿、私の作戦をお聞きください。城内に万段台を設置して城門を開け放ちます。城内に入ってきた敵は万段台で大損害を受けましょう。あとは我が軍が城内へなだれ込めばよろしいのです。殿、あたしの作戦を聞いて。あたしがこっそり敵に紛れ込んで兵糧庫を破壊するの。兵糧庫を失えば敵の士気は片落ちよ。ないぞ。立ち去れ。我らの力、今こそ示すぞ。これより評定を始める。皆の者、意見を述べよ。我が領土は比較的豊かですが、それでも大軍の食料を確保するのは至難なこと。そこで千年豊作であった地方から食料を購入してはいかがでしょう。敵の大将は我が父花公園の敵張飛とのこと。深くを取らぬよう戦の前に訓練を行わせてくだされ。敵将張飛は武勇だけが売り物の男とはいえ、油断はなりません。新たに兵を増やしておく必要がありますな。殿、どうなさいますか。張飛打倒を旗印に日夜休みなしの猛訓練を行っております。